アッシュレディオ。おはようございます。いた、癖がすごいです。おはようございます。おはようございます。アッシュレディオって言われたらもうおはようございますって言わないといけない体になってしまった。やばいですね。聞く側でも言っちゃうかもしれない。YouTube で聞いてても言っちゃうかもしれない。いやすごいですね、習慣って。恐ろしいかも、ね、恐ろしいですね。僕もそうなるかも。いや、なると思う。習慣がなんとか変えるっていうから、ね、すごいよこれ。じゃあもうなんかせっかくだからね、新しい企画やりたいよね。そうですね。顔出し、顔出し、一瞬顔を出しましたよね。出してましたね。2022年も出してました。あれか、渋谷スタジオの時だ。うん、あとなんか川崎行ったり、あれの編集で誰がやってたんですか。私です。あ、もう死ぬほど暇じゃないと無理だろ。暇じゃないと筋トレと編集できないです。いや、あれ結構時間かかりました。いや、そんなかかんない。いや、やればかかんないんだよね。あ、仕事かかるそうじゃない。やるまでめんどくさいです。やるまでがね、80時間くらいかかるんだよ。やったら1時間だけど。確かに。そういう意味でスターバックスってめっちゃいいなと思って。ほう。なんですか。どういう。行けばやる。そう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 。あー、確かに場所が勝手にスイッチ入れてくれますもんね。そう、確かにな。行けばやるって。やる気スイッチというものじゃないんだよね、はい、場所なんだよ。うん、なるほどね。質問いきましょうか。じゃあいきましょう。お願いします。アジャナさんの理想の人生についてとだけ来てます。ほう、うわ、理想深そう。ちなみに吉田龍平からです。ギルティー、ギルティー東京から来てます。吉龍ね、なんか吉龍もなんかいろいろ展開があったみたいな。なんかそんな噂があったりなかったり。はい、なんかいろんな油とか電気とか売ってるらしい。そうなんですか。油、油暇じゃないですか。噂だけ聞きますけど、ビジネスマン理想ね。理想、なかなか難しいよね、理想ってね。うん、なんか僕理想とかあんまないんだけど、最適化したいっていう気持ちが常にあるから。なるほど。あ、なんかね、生きてる中で最適じゃないっていう状態がやっぱり常にどこかにあって、うん、はいはい、でもなんか常にうわ、もうちょっとで最適化されそうっていうことを常に考えてる。あ、なんかそう考えると経営とかもなんかもう全て最適化かなっていう、うん、こっちにウェイト置いたらこっちがなんか軽くなっちゃうし、うん、あ、でこっちを重くしたら今度こっちが軽くなっちゃうしみたいな、うん、その全てにとっての最適化っていうのがあって、うん、で世の中の真実っていうのは正解じゃないと思ったことは正解であるってことが結構多いんだよね。うーん、へー、なるほど、うん、ほう、例えばみんなじゃあ稼ぎたい稼ぎたいって言って、うん、めちゃめちゃ仕事を頑張って稼ぐじゃん、うん、じゃあ年収で言うとじゃあ1000万稼ぎましたって言った時にそれが正解だと思ったんだけど、実はその時の苦しみもあるわけじゃん。うん、それって最適化されてないじゃん。確かに、うん、じゃあ1億稼いだらどうなるんだって言って1億稼ぎましたって言っても1億稼いだ時のなんかまたその時の苦しみみたいなのもあるわけ、うん、はい、じゃあそれ最適化されてないじゃんっていう、うん、ってなった時にその最適化、経済と幸せの最適化って何 なのかとか、うん、じゃあ経済と人間関係の最適化って何 なのかとか、うん、経済と社会性の最適化って何なのかっていうところのちょうど真ん中の落としどころっていうのを常に探ってる感じ。なるほど。どのバランスか。そう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 。だから俺一人で独立してるんで俺すごいっすって言っても、うん、それ裏腹にじゃあ全然儲かってないっていうことは最適化されたわけですよ、うんうん、確かに。承認はされてるけど実は儲かってないとか、そう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 、うん、って言った時に実はだから その答えの一つとしてその見栄を張ったりとかするっていうことよりも、うん、あの等身大をさらけ出方さらけ出した方が実は人生最適化されるんですよっていうのが三箇条。なるほど、はい、だから儲かる仕事を探すよりも人を喜ばせた方が実は幸せに直結するんですよっていうのが最適化の答えだったんですよ、はい、うん、で、なんかこうアクシデントにぶつかった時に
会社とか国とか人のせいにするんじゃなくて、全部自分のせいにして、じゃあどうやって解決しようかなって考えた方が人生を最適化の答えにたどり着きやすいっていう、うん、遠回りのようで近道ですよみたいな、そうそうみたいなことも踏まえて、その最適化する上で実は正解だと思っていた方が正解じゃないっていう方が往々にしてあるから、うん、それだから未だにあるよねやっぱり、うんなんか一生ありそうですね、うん、いやなんか理想とかもうない、理想の人生なんか歩めない気がするんですけどね。おーなんかまたレッテルをいやいやその多分この思い悩んでる日々がもうそれが人生ですよね。まあなるほどね、夢を叶えた時じゃなくて夢を叶えようとしてる時が一番輝いてるみたいな。いや僕マジでそう思うんですけどね最近本当に、あの時期めっちゃ頑張ってたなって思えたらめっちゃ幸せです。うん確かに、うん、だからなんかもう二度と戻りたくないっていう人生になってるかっていうのは、うん、やっぱすなんか成長の一つだよね。うんマジでそうっすね。僕だっていまだにもう二度と今に戻りたくねえって毎回思ってる二度といやそうなんすよね。それがなんか成長であり反省であるというか、うん、あ確かにそうっすね。だって海の見える 6LDK に住むの全然理想じゃないですか誰の理想あーなるほどね、うん、多分それはあれなんだよね、そのワットで考えてるから、うん、あー、はい、海の見える 6LDK でワットじゃん、うん、はい、でもなんかそのハウとかワイじゃなくて、うん、でそこで何すんのあなたは、うん、っていう、うん、確かにワットで理想を考えてダメですね。そうでそれでみんなから嫌われて、なんかあいつ一人で 6LDK 住んでるクソキモって言われるのが理想ではないじゃん、うん、うん、ワットだと手に入れた時に、うん、あれってなる可能性がありそうですね、うん、そうね。ワットの目標だからそれは所有欲だね、だから見えの目標にしかならない、うん、どういう状態とかって話ですよね。そう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 、うん、何をしている、うん、やっぱ夢中になんかになってるのが一番幸せだと思うんですよね、うんうん、6LDK に住みながら何をしているのが理想なのかとか、うん、全部の部屋で一泊ずつするみたいな全然ワクワクしないですね。なんか夢中になりたいですね。だからそれで言うとやっぱ人の幸福は3つの掛け算であるっていう、自己表現ができてるできてないと、うんうん、経済自由がないと、愛情関係があるないっていう、うん、それはなんか言えるよね、うん、なんかそれの最適化な気がするよ、うん、それのアクセサリーじゃないですか Watt は 6LDK に住ん、うん、いや Watt とかもうどうでもいい気がするんだよな、うんうん、ワットを求める限り絶対に理想っていうのは手に入れられないっていう矛盾があって、更新されていくんですかね。いやいやだってワットってワットじゃんこの間マツコデラックスがすごいこと言ってました。ほうほう、ブランド物を買うたびに、うん、その代わりに何かを絶対あなたは失ってるっていう。おお、すごそう。はい続き物を買うために物じゃないもの何か失った。なるほど、なんか深そう深そう。ワットを手に入れたら Y を失われるんですよ。なるほど。何を失うの？分かるようで分かってないな。なんか失ってそうなんですけど、具体例があんま思いつかない。分かんないね、確かに。深そう。うん、まあ多分長期的に何かを失うとかいう話な気がしますけど。だからなんかそれで何かを手に入れた気になっちゃうみたいなところだよね。うん、武器を手に入れたそうそうそうと思っちゃう。そうだね。だから本当に手に入れる武器を手に入れる機会を失ってしまってる可能性がある。ああ、そのハングリーを失う。それで言うとあれだよ、会社作りました。え？え？会社作りましたってビジネスマン的にはああ、はいはいはい、誰を幸せにしてるのって、はいはいはい、起業しましたね。ああ、そう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 。なるほど、ね。代表取締役って書くとか。代表取締役ワット。CEO。CEO はだいぶワットだよ。ファウンダー。うわー確かに。まあ書きたいですけどね。うん。書いてない身からすると。でそれがやっぱ大谷翔平とかマジですごいんだね。ああ。あいつワットを無視しすぎてるじゃん。確かに。
ワットないっす。ワットないじゃん、うん、で、なんかファンを盛り上げようと思ってプライベートジェットに乗ってくる、うん、っていうのもあるし、でも大谷翔平の場合は普通に、いや、だって睡眠大事じゃないですか、うん、ぐらいの理由本当に来るじゃん。ワットが後からめっちゃついてきてるけど見向きもしないみたいな。そうそうそう、ありますね。 WBC もなんか、いや僕が勝ちたかったんで、うん、そうだよ、目標だったんでみたいな、うん、憧れを超えろって言ってましたね。はい、すごい、や言ってましたね。憧れる、ノマッチのミリオネアの記事みたいなの持ってました。どっかで聞いたことあるなと思って、あのライアンさんのミリオネアの記事が、うん、なんか撮る憧れなんだっけな、撮るのは憧れか、あ、居心地か、あ、なんかそんな、はいはい、あそこら辺のコピーライティングも秀逸だよね。すごいっす。憧れを超えようぜって、あのリュウちゃんの時だけ山形の方から来たよ。あれいいっすね。山形から来た龍平みたいな。何も言ってなかった。何も言ってない。事実。ワットワットゆうちゃんだけワットだったんですね、あれプロフィール。あー、おもろいな。情報でしたね。でもなんか大分旅行にマキが行かなかったけど、いや、もうちょっと行ってる暇ねえなと思って。だからなんかみんな暇そうでしたよ、案内人がいなかったんで。いやまあ自分の人生責任持てるって。便利便利だよな、あれ。いやもうなんか行く気失せちゃって行かなかったっすね。でパチンコやって、はい、もうなんか休もう、もう動かないっていう。あれやろうよ、僕この間なんかマキにちょっと夢を叶えてくれって言ってたけど、マキが夢を叶えてくれなくてさ。なんすか。焚き火。おう、いや札幌札幌で、いやできなかったから。そうできなかったからね。焚き火します。いや僕ついにあの時夢叶えられると思ったけどな、やっぱそんな簡単じゃない。いやちょっと寒すぎましたから、今がちょうどいい気がしますけど。確かに。次の質問でも行きますか。次の質問。そうですね。次の質問行きましょう。質問ください。なんか雑談してください。これなんか井上が質問を受け付けるっていう風にしてするのか、今度は。そうしましょう。ょじゃないと。SNS 上でもちょっと引き継いでもらわないと、影響力が足りてないです。いや、てかもう僕の DM に来てたから、自分のSNS 使ってやったら、はい、そうっすね、いいと思います。なんかあのアパレルも出たね。はい、あれって出てなかったんですか。出てなかった、はい、マキだけなんかただ僕だけもらってる。え、持ってるんですか。マキただでもらって。でもちょっと僕 L で大きいんで、なんかちょっとアメリカンサイズっていう噂が。そうそうそう、だから L が通常の XL だから、うん、だから僕のこと知ってる人は僕が M ぐらいって考えた方がいいです。でもあれ全部売り切れたよ。え、あれすごかった、発売して翌朝、翌朝見たら売り切れてた。あの、XXL だけどさ、誰が買うんだって。僕でも XL だって。アシナさんでもでかい。僕でもでかい、多分。2メーター150キロの人が。うん、イモン。イモン。イモンとか、北斗さんとか。ああ、北斗さんがいいね。うん。まあでもあれ、数そんな作ってなかったからね。うん。うん、ビーツアパレルはすぐ売り切れになっちゃいますからね。いやーそうだよね。なんか本当はね、なんか本当はちゃんと売り切れたやつってもう一回作るべきなんだけど、なんかそういうのもちゃんとやりたいけどね。うん、結構あのあれもう作んないのっていう声は、いやー作りたいよ頻繁に。ちょっとね、こんなこと言いたくないけどね、忙しすぎるわ。なんかアパレルの企画とかデザインもあるじゃん、うん、でウェブサイトの企画デザインもあるじゃん、うん、で、最近のシステムの、はい、デザイン、設計もやるじゃん、はい、あとはビーツのあれもやるじゃん、うん、で、今サウナ屋さんもやってるじゃん、はい、うん、なんかそこら辺のなんか本来であればなんかプロデュースとして管理みたいなのをするんですけど、うん、それ自体もできちゃうから。いや、普通は多分そこら辺のデザインとかディレクションができないから、うん、そこは外注するんだけど。そうですよね、できちゃうから。そこはね、うん、ちょっとどうにかしたいね。ベンティーを出したいですね。ああ、ベンティーシリーズやろうか。はい、ああ、あれだってロンティー、あ、確かに T シャツだけか。うん、
ベンティの T シャツ作ろうか。 T シャツにしましょう。ベンティのヘビーティーとかいいんじゃないですか。あーいいね。あ、もうできてるね。もう出来上がってるね。出来上がった、ね、ヘビーティーもベンティーにすればいいんです。ヘビーティーのでも実はベンティーの BV の方が売れたんだよね。えあ、そうなんすね。初速。そうなんだ。あ、BV が先に売り切れたと思う。いやーマジか。ヘビーティーはやっぱちょっと待望の声が多いですね。あれも売らないのって。あれいいよね。はい、あれ普通にトレーニングでも使えますね。あーあれ、うん、だってあれ結構体でかくなりますからね、着るだけで。背中広くなるんで。気づいた。はい。あれ広背筋を、広背筋、広背筋のシルエット通りに切ってないんだよ、生地を。広背筋が逆三角形になるような生地着なる。あるものとして。はいはいはい、そう。素晴らしいですね。ビッグロゴティーとかもなんか、普通に大きめサイズ着るだけでちょっとマッチョになれますよ。ああ、そうだね、はい。ビッグロゴってあの、ビーツ、ビーツ、後ろに入ってるんですよ。はい。確かに。やるか。アパレル会社をちゃんと管理してくれれば全然いけるんだけどな。なんか供給量が少ないことによって売り切れが多発して、なんかそれもなんかちょっとブランディングの一つになってます。でも各セット100ずつぐらい売ってんだけどね。結構もうすぐ売り切れますもんね。うん、 M サイズがやっぱ一番売れるね。なんかあ、僕はなんか、僕を XL として作ってるから多分良くないんだね、あれね。あ、でも僕で M とかなんで。ああ、女性で着たいとかなったらもう M しかないじゃないですか。確かに。でもやっぱ女性のやつは最後まで結構売るの苦戦したけどね。ああ、やっぱ母数は男性が多いんですね。あ、見るのは。なるほど。女性が、あの、奥様へのプレゼントとかで男性が買うこととかあったりするけど、うんうん、それはありますね。で、プレゼントするよって言ったら喜んでもらう人もいるけど、うん、オールインウォッシュジェルは未だに使ってますけどね。あれすごいね。はい、あれすごいよ。未だに買いますもん。うん、あれロングラン、うん、あれすごいよ。 GS でも売れてますよ。そうなんだ。えぇ、ー、そうなん、はい、え、なんか減ってて普通に履歴見たら売れてるんで。 俺絶対買ってた2回ぐらい。あ、 GS で、はい。GS も看板変わったね、あれ。ほう、見た。そうなんですか。まだ、まだ見てないです。え、今日じゃねえや。昨日行きましたけど。マジ。はい、だから今日とか明日とか行ってみ。変わってる看板。マジっすか。うん、そこに何があるのかが分かりやすくなったとか。そう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 。へえ。今まではなんか謎のアルファベットしか書いてなかったけど。ビーツ。え、あの大きい看板が変わったんですか。そう。やば、僕視野狭すぎるわ。あれがもう、あのサウナとジムがここにあるんだっていうことがめちゃめちゃ分かりやすい。へえ。全く見てなかった。ビーツがあるっていうことが分かりやすすぎて。うん。いやでもあのサウナとジムマジで助かるよな、うん、あれやばいっすね。あれすごいな、やっぱり。あれのせいで世の中のサウナがしょぼく見えちゃいますもん。いや、うん、そうなんだよね。今のサウナ事業の方も絶賛発展中だからね。ああ、噂の店舗競争は大丈夫なんですか。いや、多分チョコザップに負ける。あー、多分チョコザップすごいっすよね。うん、だってもう年間500億かけますって言ってるからね、うん、なんでマツケンサンバなんですかね、広告。あー、なんか社長仲良かったね、多分。あれめっちゃ疑問なんですけど、コンビニ感覚で行けるけど横にいるのマツケンサンバ。何のブランディング。マツケンサンバコンビニ家族でいかんだろう。面白いと思ったね。あれすごいっすね。ま、目は引きますね。深い意味がありそう。え、それ電車広告。いや、ツイッターかな。ああ、チョコザップ電車とかにもいっぱい乗ってますね、うん、最近僕めっちゃ電車乗るんだね。ほう、どこまで。恵比寿とか。いや、恵比寿も乗るし、目黒、この間東京テレポート駅も行ってきたし、お台場、結構乗るな。最近めっちゃ歩いてる。あ、歩きが増えた。2駅ぐらい歩いちゃおうかな。いいことですね。うん、五反田大崎は歩けますよ。ああ、そうね。はい、どこまで歩くんですか。事務所から西麻布とこまで歩く。結構、
いや結構あるよ。結構ありますよね、うん、1時間ぐらいかかりますよね40。うん、でもまあ逆にそれ以外の方法で行くって言っても西麻布駅ないんで、まだ歩くかタクシーが、タクシーですね、うん、まあ、それから六本木から行くかみたいな。ああ、なんか駅から徒歩10分とかって今やったらなんかちょっとイラッとしたけど、はい、歩くっていう解決策があったなと思って、うん、いやでもこの今の季節じゃないと厳しくないですか。あ、だから暑いとか寒いよ。確かに暑いとちょっとね、確かに無理じゃないですか。寒いならまだあるけど暑い、寒いはもうね、夏って営業成績下がるからね、全世界的に。みんなスーツ着たくない、そう、出歩きたくない。ああ、そうなんだ、活動できなくなる。うん、なるほど。なんかあったら、そう、ビーツの今後の展望について。ほうほう、ビーツはだいぶトリッキーになってくるよ。まあ僕の最後の質問ですまあビーツ今回かなり縮小したんで、うんうん、だから4店舗を結局最終的には新宿、渋谷、うん、恵比寿、目黒の4店舗布陣になって、うん、もうこの四天王を中心に展開していくっていう、うん、なるほど。で、あと地盤サウナ、うんうん、地盤サウナはね、増えますよね、本当。で、まあ、あわよくばジム&サウナの投資をどうしようかっていうのはあるけど、うん、どうしようって。なるほど。ただ地盤サウナ金かかりすぎるからね、あれ。うん、確かに作りよく見たらすごいですからね、うん、東京に1軒や 3軒ぐらい買えるからだ、ね、うん、あれ新宿、渋谷、恵比寿、目黒か。そう、山手線の支店の、うん、だからあとはもう銀座。ああ、銀座ってあれですか、乗降者数多いんですか。新橋が多い。ああ、なるほど。新橋が死ぬほど多い、ね、なるほど。だから銀座8丁目ぐらいじゃない。銀座8丁目ってどこら辺ですか。土橋の方、ああ、はい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 、コリドー街の入り口、新橋側の、はい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 、あそこら辺。なるほど、ギリ銀座と呼んでもまだ行ける。ああ、うん、あそこも銀座と呼ぶか。うん、まあ呼んだら呼んだもん勝ちですか、うん、確かに。あと池袋とかね。うん、池袋、池袋熱いですね。あと大宮とかね。あと横浜ね。ああ、はいはいはい、横浜いいっすね。横浜いいっすね。ダークホースの北千住。北千住はめっちゃ強いんだよね。北千住とか生きてる間に行くのかな。まあまずはなんかその4店舗をもうぶん回すっていう。そうですね、盛り上げ、うん、倒して。でなんか、うん、間もなくいろんな変更点もあって値上げするとかしないとか噂もあるんで。お、都度払いが。そう、はい、だからもう今のうちに、う、今のうちに予約すればもう全部安くなる。そうですね。で今のうちに全部予約してもらって、うん、で、サブスクリプションが再開するっていう。お、そうですね、通い放題の再開。聞いてる人からしたらおってなるんじゃないですか、うん、サブスクリプション楽しみですね。待望の。あとはなんか社内独立制度とかもあるかもしれない。あ、そうなんですか。エナジストの。いや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 。どこまでストレッチをかけるかかけないか。はい、そうならないと。なるほどね。楽しみですね。あとはお客様を巻き込んだビーツデーも開催されるとかされないとか。マジっす。え、だったらあれやりましょう。何？ゴルフ。ああ、ビーツデーで、ね、ビーツゴルフコンペ、ビーツカップ。いいよいいよ、やりたいです。あ、確かに。じゃあそれちょっと企画してよ。企画します。うん、岩田がやりたいです。あ、マジ？はい。で、バスで行こうよ。お、いいっすね。うわ、いいっすね。で、どっちから行こうかな。目黒、目黒店前集合、恵比寿店前、新宿店前、渋谷店前、新宿店前でピックして、そのまま埼玉のゴルフ場に。なるほど。おー。
いいっすね、うん、やりたいっすね。一泊二日とかで、いやそれやりすぎだ。4人グループに1人エナジストなんか置いて、でバスで行ってね、コンペでやってね、飲んでね帰るみたいな、はい、めっちゃいいよ、ね、ですね。誰よりもないしょーって言いますよ、うん、エナジスト。そう自分が全然言ってないのに、ファーなのか分かんねえみたいな。ファーです。一番接しやすいじゃないですか、多分エナジスト下手なんで。誰よりも走り回って誰よりも盛り上げて、たまに誰よりも飛ばして、うん、だからなんかいつも教わってるエナジストに今回教えてあげるって話をしてた、うん、あーそれめっちゃ嬉しいですね。めっちゃ素直なんでエナジスト、ね、そうなんですねって。ビーツカップで、しかもなんかそのビーツデーはどうやらあのビーツじゃないお客さんも参加可能らしい。はい、なるほどね。お友達を呼んでこれる。はいはいはい、いいですね。そんなの水面下でやるとかないとか、イベント会社になりますね。うん、ありがとうございました。